こんにちは。こんにちは。高砂高校ジャズバンド部、ビッグフレンドリージャズオーケストラです。神戸センテニアルに出演させていただきありがとうございます。バンドの司会を務めさせていただきます、ピアノホルテ金月優馬とトランペット藤崎雅樹です。よろしくお願いします。先ほどお送りしました曲 In the Mood でした。ソリスト紹介します。テナーサックス野口美優。北村里奈。トランペット藤崎正樹。続いてお送りする曲はオータムリーブスです。秋といえばジャズの秋。この曲は秋の寂しさや失われた愛をテーマにした切ないバラードが魅力的です。それでは次の曲オータムリーブスです。どうぞ。続いてお送りする曲は Hey Burner です。エネルギッシュかつシング感あふれるリズムが特徴のこの曲は BFJO でも長く演奏され続けてきた曲なんです。ジュニアバンドの元気あふれるサウンドをお楽しみください。それでは次の曲 Hey Burner です。どうぞ。Thank you.
ほどお送りしました曲「ヘイバナー」でした。ソリスト紹介します。ピアノホルテ前川沙羅。続いてお送りする曲「ブルース・オン・パレード」です。ブルースとパレード一見真逆に感じるかもしれませんが、どちらの要素も楽しめる曲となっています。中盤のトランペットとトロンボーンの掛け合いも魅力の一つです。そうですね、転調後のエンディングにも要注目です。それでは次の曲ブルース・オン・パレードです。どうぞ。Thank you.
ほどお送りしました曲ブルースオンパレードでした。スリスト紹介します。トランペット藤崎正樹。アルトサックス古澤春人。続いてお送りする曲はジャイブアットファイブです。このアットファイブは午後5時を表していて、リラックスした夕方に聴きたくなる一曲となっています。空も多いので楽しんでお聴きください。それでは次の曲ジャイブアットファイブです。どうぞ。しました曲ジャイバートファイブでした。ソリスト紹介します。テナーサックス野口美優。トランペット土山優奈。ピアノホルテ前川沙羅。バリトンサックス榎本優奈。時間が過ぎるのもあっという間で、次で最後の曲となります。最後にお送りする曲は Take the Train です。ジャズのスタンダードナンバーとして知られているこの曲は、山陽電鉄高砂駅の電車の発着音として先輩方の録音が使用されています。また高砂駅をご利用する際は耳を傾けてみてください。先にソリスト紹介します。トランペット藤崎正樹。
では最後の曲、Take J Train です。どうぞ。アンコールの舞台してもう一曲演奏させていただきます。シングシングシングです。どうぞ。
連続曲オーケストラの皆様でした。どうもありがとうございました。